家庭菜園で作っているペーナスの花です。このような感じになっています。ベーナスの葉っぱはこのような感じです。普通のナスビよりもですね、少し葉っぱが大きいような感じになっています。まだこちらはですね、実はなってるんですけれども、それほど大きくなって、ね、いないんですが、結構ですね、このような感じで丸みがあって、普通のナスビよりも大きいサイズになっています。はい、こちらがですね、普通のサイズのナスビになっています。細長くてですね、よくスーパーなどで見るようなタイプのものですね。で、葉っぱもですね、ベーナスに比べるとですね、小ぶりで小さい、葉っぱになっています。このような感じですね。ナスビはですね、いろいろな料理に使えて、揚げたり蒸したり焼いたりといった使い方ができますので、料理する方はですね、ぜひ家庭菜園で作ってみてください。